皆さん、こんにちは。運動会などで必ずと言っていいほど耳にする負けないでを歌ったザードの酒井泉さん、2007年5月27日、40歳という若さでこの世を去りました。あまりにも突然すぎる死去の一報は衝撃的で、今でも忘れることができません。1990年代を代表する歌手であり、数々のヒット曲を世に送り出してきました。酒井泉さんはプライベートな話はあまり表には出さない方でしたね。しかし表舞台で活躍する一方、私生活、特に家族関係で苦悩することも多かったようです。今回は酒井泉さんの死の真相と、家族を分裂させてしまうきっかけを作ってしまった家族分断の真相に迫ってみましょう。まずは酒井泉さんの簡単なプロフィールからご紹介しましょう。本名は蒲池幸子さん。1967年5月27日に神奈川県で生まれています。20代前半頃まではモデルやレースクイーンとして活動しており、元レースクイーンだった岡本夏樹さんと一緒に仕事をしていたことがあるそうです。酒井泉さんがザードとして活躍するきっかけとなったのは、1990年8月 B クイーンズのコーラス舞台のオーディションを受けたことでした。残念ながらこのオーディションには合格できませんでしたが、レコード会社ビーイングの創業者である長戸博之さんに才能を認められ、酒井泉として音楽ユニットザードを結成することになったのです。ちなみに長戸博之さんとは恋人関係という噂もありましたね。ザードはグループという印象を持っている人も多いと思いますが、固定メンバーは酒井泉さんだけであり、その他はサポートメンバーというスタイルで楽曲に参加しています。そのためザードイコール酒井泉さんという認識が正しいようですね。1991年2月にシングル Good by My Loneliness でデビューすると、負けないで、揺れる想い、マイフレンドなど9作でミリオンヒットを記録し、90年代アーティストトータルセールス女性ボーカルアーティスト編では堂々の1位に輝いています。特に1993年に発売した「負けないで」はザードの名曲の中でファン投票では1位となり、運動会や応援歌として流れることも多く、20年以上経った今でも多くの人に愛される永遠の名曲ですね。しかし極度の上がり症だったことから、メディアへの露出はほとんどなく、ミステリアスなベールで包まれていました。2000年以降は子宮筋腫、卵巣の右腫、子宮内膜症と次々に病気を患い、通院の日々が続いていきました。さらに2006年4月には子宮頸がんが発見され、6月1日に慶応義塾大学病院で病巣の摘出手術を受けています。翌年2007年4月には肺への転移が見つかり、再入院した酒井泉さんは抗がん剤による治療を受けながらも、アルバム制作とコンサートツアーに向けて作詞を行うなど再始動の準備をしていました。ところが2007年5月27日、酒井泉さんの転落死を伝えるニュースが飛び込んできます。がんの治療で入院していた東京都内病院の非常階段付近で大量の血を流して倒れている姿で発見されたのです。5月26日午前5時40分頃に通行人によって発見され、すぐに院内の救急病棟に運ばれましたが、脳挫傷による昏睡状態が続き、ご両親と親族の方数人に看取られながら、翌5月27日午後に息を引き取りました。転落後は最後まで意識が戻らなかったそうです。享年40歳でした。あまりにも突然の悲報にファンだけではなく世間に大きな衝撃を与えました。目撃者もいなかったことから、自殺なのか事故死なのかと様々な憶測が飛び交っていましたが、酒井泉さんの事務所が発表したのは、散歩中に非常用スロープから誤って転落し頭を強打してしまったというものでした。その根拠としては、スロープの手すり部分に酒井泉さんの手の跡が残っていたというものです。そのため散歩で疲れた酒井泉さんは手すりに腰をかけていたところ、バランスを崩し後頭部から転落したのではないかと言われていたそうです。さらに転落した前日には雨が降っていたため、
スロープが濡れて滑りやすくなっていたことも転落した原因ではないかとされたようですね。また仮に自殺と考えた時にはもっと高い場所から飛び降りるのが普通ではないかと言われており、坂井泉さんが転落したとされるスロープは1階部分であり高さが3メートルと自殺の場所として選ぶには考えにくいと判断されたのです。他にも遺書が見当たらないこと、身の回りが整理されているなどの自殺の兆候が全くなく、ツアーやアルバム制作を予定しおり復帰に意欲的だったことから自殺の可能性はないと言われました。坂井泉さんのレコーディングを最初から最後まで務めた島田勝弘さんは自殺したのではないかという噂がありますが、僕の中ではありえないと思います。というのも2007年1月に連絡をいただいているんです。次のレコーディングに向けて準備をしているという話で前向きな様子だったので自殺はありえないと思うとコメントしました。またザードの生みの親である長戸博之さんも、僕は転落した現場を見ています、自死に選ぶような場所ではありません、それほどの高さもないですし地面も芝生でした、不運だったのは彼女が転落した場所だけがわずか30センチメートル4方くらいの金属製の排水口の蓋だったことです。硬い場所で頭を打ってしまいました。数日前に電話で話をした時にレコーディングを楽しみにしていた、あの様子からもやはり転落事故だったとしか思えません、残念ですとコメントしています。一方でなぜ手すりに腰をかけるのか、なぜ誤って転落してしまったのかと疑問の声もありましたが、抗がん剤の影響で意識が朦朧としていた可能性があって、そのためスロープに出てしまったり何も考えず手すりに腰をかけてしまったのではないかと考えられています。また精神的に不安定だったため抗がん剤の他にも薬を処方してもらっていたことも影響しているのではという見解もありました。これまでの一連の経緯から事故当時坂井泉さんは複数の薬の影響から意識が朦朧とした状態でスロープへ行ってしまい誤って転落してしまった、さらに転落した場所が金属製の側溝の蓋であったことから打ちどころが悪く致命傷になってしまった、不慮の事故死というのが濃厚ですと言いたいところですが、実はこれは坂井泉さんの側の見解であり病院側は自殺が濃厚と見解が食い違っていました。また一部では本当は自殺だったがファンの気持ちを考慮して自殺の事実を伏せたのではないかとも言われています。自殺説の根拠は転落時は早朝で転落した場所が普通では出入りできないような病院の非常階段だったということです。扉には鍵がかかっており、よじ登るなど何らかの方法を取らなければ入れない状況になっていたそうです。次にいつも散歩するコースと異なることから散歩中の事故とは考えにくいようです。さらに坂井泉さんの病気の状況が予想以上に重度だったということです。実は病気の状態は本人には知らされていませんでした。親族には余命2ヶ月と伝えられていたようです。これほどまでに病気の状況が深刻だった場合、本人に伝えていなくても体に症状が現れていたはずです。実際に肺に転移が見つかり再入院した際には坂井泉さんは痩せこけ、抗がん剤の副作用から髪が抜け落ちる自分を見てため息をついていたそうです。坂井泉さんは病気の深刻さに気づいていたのかもしれません。周囲には抗がん剤の治療が怖いと漏らしていたこともあったようです。当初は事故死が濃厚として語られていましたが、繰り返すがんの転移と続く闘病生活からも自殺願望があったようにも感じられると言われています。このことからも自殺願望があり薬で朦朧とした意識のない状態で突発的に取ってしまった行動なのではないでしょうか。自殺を考えたことがあったゆえに起きた不慮の事故かもしれません。しかし全ては状況や関係者が感じた内容をもとにした解釈であり、本当の真相とは永遠にわからないのかもしれません。病院の管理体制を指摘する声も多くあったようですが、入院患者の全員を常に監視することは現実的に難しく、病院側の医療ミスや他殺の可能性がないのであれば
どんなお気持ちだったとしても、もう病死という結果以上を望まず、追悼の気持ちを持って、これからも素敵な音楽を聴き続けることが大切なのではないかと思います。多くの人の心に響き、色褪せることのない坂井泉さんの歌声は、これからも時代を超えて輝き続けることでしょう。最後まで動画をご視聴いただきありがとうございます。皆様のご意見もコメントいただけると嬉しいです。チャンネル登録、高評価もぜひお願いします。それでは、また。